まあ今日は朝っぱらね、大谷さんが3本ホームランだったんで、50-50 の話題が多い。斉藤元彦さんの、昨日不信任決議案が可決されたっていう話がメインになる。まあだから半、まあほぼほぼその話と大谷さんと斉藤知事がってことなんですが、まあ昨日可決されて、今日ツイッター X を斉藤さんはやりまして、まあ、かなり見られてる。すごい見られてる。その後が、大きな判断になります。しっかりと考え決めますっていう。さっき、ナジャさんっているじゃないですか。あの、女装家の。それが、ゴゴスマで言ってた。あ、なるほどと思ったのが一個あって。斉藤さんはいつもだったら、県政を前に進めます、みたいなことを言うんだけど、この X は、それが入ってないのはどういうことなんだろうな、っていうね。県政を前に進めます、というのを言ってますよね。でも、それが入ってない。決めますっていうことだっけ。どうなのかな。まあだから、この先どうなるのか、今みんな戦々恐々としてるんですよね。僕はですね、議会解散、もしくは議会解散辞職ダブル選挙、どっちかかなと。斉藤さん一人でっていうことはないかなっていうふうに思ってるんですよね。辞職ってないかなと。まあ失職はあるのかもしれないけど。まあすごく引っかかってたのは、斉藤さんが、いずれにせよ、知事選になるわけですよ。どう考えても今のままではね。どんな形にせよ。その中で打って出れるのかなっていうのが、知名度的にもしかしたらいける可能性があるんですよね。そうだな、モーニングショーでもそんな話になってた。斉藤さんがもしかしたら有利なんじゃないかなんていう話も、知名度もあるしね。他に立つ人がいないんじゃないのかみたいなところもあるしね。今、維新も自民も誰か擁立するみたいなことを言ってるんだけど、いや、その前にあんたたちは斉藤さんを擁立したんじゃねえのっていう、そこも総括しないで別の人立てんのかよっていうのもあるし、まあいろいろある。まあそんな中でやっぱり斉藤さんどこを選ぶかって、なんかそういうことを言われたらやっぱりね、じゃあ議会も解散しようかなっていう話になるのかなとかね、いろいろ思うんですが、まあ大義はないなんて言うけど、やっぱりそういうこと言われたらやっぱ大義はあるんじゃないのかなっていうふうに。でも問題は気になってるのはやっぱ、今回斉藤さんが出るってなったら、前のように擁立する、推薦する人がいなくなるわけですよね。まあ、前は自民党と維新の会が推薦した。だから、その、ね、票は固まって入ってきようと、何よりもやっぱ金ですかね。選挙資金が自民党が貸してくれたってのがあるんですよね。そのお金の問題が一番大きいかなと思ってて。じゃあ、斉藤さんが今の立場で、その金、同じような金を用意できるのかっていうところが、まあ一番懸念点かなと思ってたんですよね。自分の給料を削ったわけじゃないですか。だから貯めてるとも思わないし、まだね、3年ですからね。政治資金パーティーでどんだけ、お金が貯まってるのかちょっとわかりませんが、ね、3000万から5000万ぐらい必要なんでしょう。その金をどうやって工面するのか、そこが一番ネックかなと思ってたんだけど、よくよく考えたら一人いるんですよね、強い味方はね。高須さんなんですよね。この高須さんがやっぱまた最近いろいろと言ってる。エールを送ってるんですよね。斉藤知事の高校の同級生からめっちゃいいやつ。絶対やめるなと励ましていると言ってる。逆境の時、あなたを信じて力になり、助けてくれるのが真の友です。ダイヤモンドのような固い友情が育まれるチャンスですと。友人に恵まれた斉藤知事にとってこれから正念場です。寒暖何時をたまにすと。なんか難しい言葉を言いますよね。寒暖何時をたまにす。調べたんですけど、この寒暖何時をたまにす、人は多くの苦しみや困難を経て初めて立派な人間になるっていう言葉だらしいです。で、高須さんは知事の涙を拝見しました。僕は戦友と信じていた維新の皆さんが擁護しないことに対する悔しい涙のように感じております。知事の涙がね、斉藤さん。僕は一旦同志と認めた戦友を命を懸けて守りますと擁護する。続けて、信念も根性もある立派な知事だと思います。兵庫県民になってお力添えをしたいです。なお。必ずなお入れますからね。兵庫県民になってってことなの。兵庫県に行くんだじゃん。不信任決議案に関しても、四面楚歌の斉藤知事、
僕は多数派で小賢しい劉邦より短期になっても誇り高く戦う後派の方が好きです。だからこれ三国志の話、四面楚歌でも三国志の言葉なのかな。絶対で頑張ってください。負けぬような斎藤理事と A6 と。僕だからね、ここをね、結構押し出してるんですよ、高須さんは。で、高須さんってやっぱ右翼じゃないですか。結構保守派ですよね。で、お金はめちゃくちゃあるじゃないですか。なんかね、癌を患ってるなんて話もあるので、今もうね、年齢もね、79歳。生きた証を残そうというところもあるのかなと思ったりする。今、この10日間で斎藤元彦知事が考えることっていうのは、自分の支援者が一体誰がいるのか、そこがどれだけ用意してくれるのか、自分にどれだけ手伝ってくれる手駒がいるのかってことを考えるんだと思うんですよ。で、まあ、それをずっと今までもやってたの。後援会の会長は降りた、アシックスの人が降りたと。高須クリニックの高須さんも相当金持ってるんで、で人脈も相当ありますから、いや、ここが手伝ってくれる可能性が あるんじゃないのかなと。もう、下手したら連絡取ってんのかなと思うんですよね。で、お金出してくれる。5000万ぐらいなんて、はした金でしょうから、5000万ぐらいポンと出すでしょう。で、なんだったら、擁立する、権威っていうのも、できるんじゃないかなと思うんですよね。今、兵庫県って、めちゃくちゃこう、注目度高いじゃないですか。NHK 党だったりとか。翼の党だったりとか、賛成党だったりとか、うぞうむぞうが入ってきてもいいような状況にあると思うんですよね。もう乱世のような状態になってるから、それはじゃあ斎藤派ってなって、その県議を解散、県議会解散して、そこで戦ってもいいし、じゃあ斎藤さんを旗印にして、そこに対しての高須クリニック自体が金を出して、っていうことも考えられるかなっていうふうに思ってるんですね。まあ、ここまで来たら何でもありだなっていうふうに思うんですけど、斎藤さんがね、改革を進めたい、県民のために動かす、それをやるっていうのであれば、まあ、民意を取るためには何でもありのかな、ありなのかな。それでまあ落ちたらもうしょうがないじゃないですか。そしたら、ね、スパッとね、考えを変えてね、コメンテーターになるとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、まずは、打って出る、そのためのバックアップしてくれる人、高須さんなんて本当に高須克也さんなんていうのはとてもいい人なんじゃないのかなと、適役なんじゃないかなと思いますよ。